ナミさん、今回の事件はなんとね、コンテンツ販売、コンテンツ作成の裏事情をねドキュメンタリーしてしまおうというね、しかも編集なし、ナレーションなしでありのままの生々しい現場をお届けしてくださるということで、これはね、本当にいいんですか？本当にいいんでしょうか？まあでもいいんでしょうね。こういうふうに、コンテンツ販売の裏側をやっていくっていうのはまた新しい挑戦じゃないですかね。これはね、多くの日本全国各地1億6353人のコンテンツマニアの方もまあ楽しみにしてるんじゃないかなと思いますんで、ぜひねやってみてください。期待しております。それでは今回の事件は以上です。姉さん、事件です。